はい、ひとつきまンサーシミです。いやもう本当にドル円レートが乱高下していて、この祝日の最中にですね、介入がおそらくまたあったみたいで、でさらに円高方向に一時的には、えー、触れています。ただし、こんなの本当にね、焼け石に水と、えー、人々の気分がちょっとだけ違うようになるだけなんですけど、じゃあなんでこんなに通貨が、ね、乱高下するのかっていうと、これ理由は簡単です。それは通貨が弱いから。 なんですよね今円高方向にできたーとかっていうふうに言っていたとしてもですね通貨がそもそも何でこんなに上下するのかって言ったらそれだけ弱い通貨だからなんですよ例えばあのトヨタの時価総額ってこんなふうにあの書下しないじゃないですかでもあのちっこいベンチャーのあの株だったらなんか上がったと思ったら下がって上がったと思ったら下がって,がって消えてったみたいな感じになるでしょだから。<laughs> こう、ドスンと、あの、大きい存在はそんなに乱高下しません。トヨタ株でして戦するやつとかいいかい。や、それはだいぶ無謀だ。勘違い。<laughs> のなので、あのー、こんだけ乱高下して一時的に円高方向に持っていけたとしても、これは日本円自体が弱くなっているということはですね、残念ながら。 あのー、もう隠しようのない事実なんですよね。でこの円安というもののせいで我々の生活は不安定になりますよそりゃ大変です。というか152円前あの後半まで行って円高っていう表現自体がもうすでにやばいと十五円とかでもう円安大変や、ね、う,ん、そ,うよでそれであのじゃあこれ誰が起こしたのかというと安倍晋三なんですけどももう一人がですね やはり黒田日銀元総裁なんですね。で、その人がああのこの円をねじゃぶじゃぶにすりまくって薄まっちゃっただから弱くなっちゃったっていう感じなんですけども、まあ、厳密にはそれ以外に要因が一番いろいろありますけどもその人になんと随法大受賞と。えっていう、あのー、なんか勲章が授与される。えなんかそれをつけてると、 何か恥ずかしいとかそういう印ですか多分だからあのここにバーカーそうそうバーカーって書くような感じ <laughs> 筋肉で肉みたいな,な肉みたいな、うん、<と>ではなくあの大変名誉ある賞が出るとすごいねもうでさらに <laughs> 今この黒田さん何してるかというと絶賛ニューヨークで わしのやったこと新しかったやっていうより <laughs> あれがそんなことをやらしたとんねんいやもう公演してますジャパンソサイエティはいあの日米交流団体ジャパンソサイティーで、えー、ね5月2日公演して日銀が3月にマイナス金利政策を解除したことについて金融政策の正常化は極めて自然なことだいやお前,んかんお前が金っ めく不自然だお前が不自然なことやりすぎてお前できんかったやんけ。<laughs> で、さらに、ね、この円安になったことは、今うち的に円安になってるだけですぐ戻るから大丈夫って。なんでななんで戻んどういう意図で言ってるんですか、それは。まあ、それはまあ、こう言ったら、ちょっとは助けになるいやー。ならなリップサービスリップサービス 口,口先介入みたいな感じ。口先介入にみたいな感じ。なんか黒田さんがこう言ってるのを材料に買う人いるかもしれないよ。ああ、そうか、そうか。まあ、あ中うけで。で黒田さんがさ、まあ、ああんなに円えったから安くなってもしょうがないです。<laughs> <laughs> どうなります <laughs> 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 それはしょうがないや。あんなに黒ばましたんだから日銀を。このぐらい下がるのは仕方ありませんよね<ー>って黒田さんが言ったらさ。それを材料に売るんじゃないですか。いや、<は>それは売るわ。 ウルは <laughs> だからそうは言えんよね <laughs> 口が裂けても言えない言ね。なんでねまあこれ一時的に今介入で多少あーのー焼け石に水状態になってますがじゃあ皆さんこれで140円とかになったとしても十分円安ですからね。にはね、うん、だってこれ一ドル160円台になった時のニュースですけど。 ゴールデンウィークも止まらない円安の影響外国人環境と対照的にハワイで節約をする人々。ことういうことかっていうとあの <laughs> ハワイに行ったけど、えー、残念ながらあのハワイでハワイ2月にハワイに行ったけども1ドル150円ぐらいだったのが今158円なのでもう1回行けない。ななのであのなんか 都内にあるハワイをテーマにしたイベントに来ました <laughs> なじだもりゃだ <laughs> というかでしかもそれでも頑張って一緒にあが一生懸命ハワイに行ったねあの人々は何かわざわざ現地のスーパーでお食材を買って自炊しているっていう,ですねい、まあ、うそれもそれも私よくわかりますよね いや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 ヨーロッパとは別ですよハワイはや,やっぱり観光客向けで普通にあるわな、うん、あのちなみに私もヨーロッパに行った時にですね料理がまずすぎて、うん、あの毎日スーパーにて治水してたことはあります、うん、それどこの国いやーそれはスウェーデンという国でしてかっ私が今スウェーデン行ったのはパリなんだ パリはうまいもあるだろ、そら今ね、うまいんですよ。高いんだけどうまいんですよ。もう、我慢ってておいしくなかった。もう、ージで美味しくなかった。もう、ほんとーデンはね、つらそうです。つかったです。暗いし、寒いし、暑いし。北の方はあかんのよね。だけど、やっぱね、あの文化は素晴らしかったね。あ素晴らしいウプサンの街とか見たけど。 はい、まあそれは置いといて、えー、ハワイにわざわざ行って節約するという意味わかんないじゃん行くなそれはハワイ気分でう <laughs> まだ都内にベッ出てるのがまだええわいやでも来いって節約まあまあ空気いい気候がいいとかねでもねこの黒田さんだけじゃなくってヤベノミクスはいいことだったんだよというふうに言う人結構いるんですよ誰ですかあのこの前も話したけどあの本田悦郎本田悦郎って元内閣参与 で、えー、今、利上げする必要はないんだろういうふうに、これ、明らかにこれ、日銀に圧力かけてる側の人ですよ。今、やるべきことっていうのは、利上げで、上田さんはどちらかというと、利上げがしたいにもかかわらず、できない状況に追い込まれていますから。うん、で、それ何、何が何を言ってんのうん、この本田悦郎。にかか限らずですけど、なんかね。何のいいことがあったの 通貨介入はしなさいとだけど利上げはやるべきではないです一言で言うとだからハサミハサミをちょきちょき切る代わりに1本で切りなさいって言ってるだたうなとですよところやっぱ金融緩和続けたいんでしょうねなんでやららまきが続けられるからまあ。 円安はもういいと円安はいんやとばらまきが続けられればいいんやっていうこれまあ、うん、だってあの金利が上がると、はい、ね,ねえ国債の調達の金利も高くなるからうん、うん、ばらまき政策でき,できなくなる、うん、万博とか東京五輪とかにお金をバン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 すれたのはやっぱりその金利が金利が低いからですよまあそうですねで金利上がっちゃったらそれできなくなるじゃん もう金利上げるだけで吹き飛ぶものはいっぱいありますからね、うん、だからそれが嫌なんでしょう自分たちの利権が崩れるのが<あ>っていうふうに言って 確かに金利が上昇すると国際こう調達金利が上達して確かにそうか清水さんと安富さんの言う通りばらまき政策とかできなくなるねうん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 、うん、そういえば嫌だけどねあのネクスコ西ネクスコとかの生産会社とか,なんか18兆円とかに負債があってみたいなでさらそれにだから5%が金利がついたりしたらもう永久に返せないよねそうだなそうだなとか、うんでさらになんで企業があんなに甘くり受けるかって言ったら <laughs> ジャブ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 あのマイナスっていうかあの安い金利でお金を調達できるから まあ、とりあえず、これぐらい手数料かと思って、できるんだ。うん、うん、こう、これがもし、状態、市場金利が三パー、四パーとかになったら。あ、マクダリもそんなに受け入れられないよ。っていうふうに、回る人がいたら。もう、すごいよ、うん、君っていう感じ。出演した方がいい。出演した方がいい感じ。<laughs> <laughs> 見てる場合ではない。見てる場合ではない。こっちに来ようって言って。私は分かるだけではねダメでねこの面白おかしく喋るっても <laughs> ね。<laughs> 面白おかしくね。退屈されない。退屈なんですよこれがマジでその話。話 <laughs> も今今のギャグとしてやっただけでももうだいぶ減ったと思いますね。<laughs> う今うちらブ、ね、チー <laughs> 9分25秒経ちましたけども先ほどの段階で。 はいはい、十分もうねこれ真面目に喋ってたらクッソつまんない話ですよ <laughs> やっぱ盛り上げていかないと盛り上げていがたよね <laughs> NHK の解説みたいなニュース解説みたいな感じでやそれでは本日のニュースです <laughs> ニューヨークジャパンソサエティで日本銀行元総裁の黒田日銀総裁が講演をしましたマイナス金利解除は 正常、自然なことであるというふうに述べておりますとかって、もうこんな無理やても、も日もたへんて。<laughs> っていうか、黒田、何やっとんねん、お前。それ、お前、自腹で言ったんやろな、ちゃんと。金もらって言ってるでしょ。ジャパン創作。保険料100万円とかじゃないですか。いや,らやましいや、けしからん。けしからん。 からでもこういう協力もロサンゼルスねなんか何とか団体に招待されていたっていうけど別に招待されたからって言って、ね、このこのファーストフラスの切符が送ってから行きます」とかじゃないよねきっとねうん違う「自腹 <laughs> で行ってる」っていうかあの国民の税金で行ってるだのは「都民の税金」ってやるダメ、うん、とっか、うんかも自腹で行け自腹でいやなんかジャパンソサエティっていうのは1907年に創設されているみたいですね、うん まああのだから一種のなんていうの大使館の改革団体みたいなんですね。でなんか日本の展覧会日本の伝統古典音楽舞踊の講演映画の上映語学プログラム一連の講義など事業を拡大と、うん、へえこんなことやってるところがあるんだなぁ各地にあります、ね、ロンドンにもあるし、うん、でまあマイナス金利黒田さんがね何をやったかっちゅうと、うん ジジジジャャャャブジャブブブ金を吸ったわけですよ、うん、でそんなにジャブ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 ねあのお金吸ったらお金の価値薄れるじゃん。うん、それでお金の価値が薄れてしまったらどうなるのかっていうと物価が高くなるんですよ、うん、そうだそうだよそらお金の価値が下がったら物価の価値物価は高くなるよっていうふうにピンとこない人も。 いるかもしれませんけど例えば、えー、これ私が飲んでいるビタミン C ちゃんでございますでこうやってビタミン C をこうやってね開けてえー、っとこうやって飲んでこうやってお水で飲みます、うんうん、でこれが1000円だとしましょう今もっと高いけどでこれがあーのー1000円でお金の価値が半分になったら、うん、2000円になるわけですよだって これは1000円のままなんだけどあの1000円の価値を持ってるままなんだけどもお金の価値が半分になったらそりゃ倍の価格になりますよねだから金をジャブ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 ただするだけっていうのは金の価値を下げるということですよでちなみにあの黒田バズーカっていろんなふうに海外では揶揄されててですね、えー、こんな映像とか撮られてますオブス。おっ <laughs> ちゅうか これ黒田さん変な顔やんうんまあアメリカ人から見たあのアジア人みたいな感じなんでしょうね。<laughs> で結局この黒田さんのやった金融金融政策と言っていいのかわからないこの乱暴なめめめちちちちゃゃゃゃねあのですわこ,ことをやりましたけど、えー、じゃあどういうふうなのかっていうのは時系列順にね並べていくとこれやっぱ2013年に白川さんから黒田さんに代わって。 量的、えー、質的金融緩和を導入して、えー、金融緩和を拡大とか云々いろいろありますけどもやっぱり一つ決定的だったのは、うん、マイナス金利導入決定ここがやっぱり一つ大きいですよね衝撃的ですよね、うん、で,なんでマイナス金利って一体何やねんと。 うん、いうことなんですけども、あの銀行の日銀の当座預金にえっ、ー、と置いとくと罰金を払うみたいな、ものすご簡単に言うと、そういうやつじゃないですか。なんでその罰金をその何何百兆円も銀行は払ってるんですか、ね、な超何百兆円、預けてて、何百兆円も罰金のつくものを預けてるんですか、銀行は。いやー、なんでなんそれは。 なんでなんだろうねあんまあそれだから準備として置いとかなあかんとかあるからもうそれも,もはるかに超えてはるかに超えて置いてますよねで本当は多分もっと貸したいんだと思うけどね本当はそうなってんど、ね、<ー>謎なんですよ、ね、まあでもこの2000マイナス金利導入が2016年からでしょ、うん、でこれが解除されたわけじゃないですかはいこれマイナス金利導入は確かね2016年の 1> 1月じゃななかかったかな、うん、その時にしました、ね、あのー、決めたんですよ。でイールさらに後だ、ね、えでそれからさらにイールドカーブコントロールが2017年くらいに入ってるはずですよ。もうだからこの質的にどんどん何て言うのただでさえバズーカだったけど、うん、もうなんかレーザー砲とか 波動を言ってました法 <laughs> とかみたいになってったよね、うん、とんでもないよなでこれ世界でもかなり異常な政策でね、うんえー、黒田さんもともと23年でやめますって言ってたんですよ当り前や2年言った2年以内に2%に物価上昇するって意味わからない目標を掲げてましたねそうでだけど全然達成できないからジャブジャブお金をすり続けたんですよねうん13年間もまあ水原一らいっぺん買わないへんやまあそうね でここで、あのー、ちょっとねアメリカ合衆国大統領がこのタイミングでどうなったかっていうことなんですけども、うん、マイナス金利解除とかに、えー、黒田総裁になったばっかりの頃はですねこのバラク・オバマさんだったんですよ。でバラク・オバマじゃなくてトランプに変わったでしょ、うん、2017年から。で イールドカーブコントロールがどうのこうのとかあのそういうのを言い始めた時ってトランプ大統領がもうほぼ決まってるぐらいのタイミングからこう始まりだしているからこれトランプ大統領じゃなかったら、うん、多分「お前何やとんねやめろ」って言われてたと思うよ。だってこんなん許されないもん。ちょっと常識だよね。うんトランプ大統領っていう存在も大きかったと思うよ。 なんかよくからんけどええわみたいな感じ。っていうのも <laughs> トランプはあの円安は嫌なんですよトランプ嫌いなんです。っていうのも例えば今これ最近のトランプの発言ですけどトランプ前大統領をドル高円安大惨事って言ってるじゃないですか。<laughs> でトランプ大統領はですねバイデン政権はね あのドル高円安にしてしまっていると、ふざけるなと、バイデンが放置しているせいで、ドルが大円で34年ぶりに高値をつけたことによって、あの大惨事であるとで、ドル高は愚かな人々には聞こえはいいが、我が国の製造業者なりにとっては大惨事、競争力を失い、多くのビジネスを失うだろう。 なんか誰か言ったただこんなこと <laughs> これさトランプはドル高消しからんって言ってるわけですよでも安倍晋三は円高消しからんって言ってるわけですよどうやって両立すんの安倍晋三とトランプは本来意見が反対な,な反対ですよねだけどポーズですこれまあなポーズ、うん、ってことはポーズを言う者同士多分 息があああったんだねまあ、それはまあそうでしょいやトランプさんその何言うてんのそのもうドル高の方が円決まってるやんって <laughs> 私は思いますけど <laughs> あの円安今のアメリカでドルやつに誘導したらインフレ止まらんでも, <laughs> も大変なことになりますや <laughs> 大変なことになる、ね、<laughs> <laughs> で多分ホンマハイパーインフレーション一歩手前やん,んアメリカドル なんてアメリカ経済力強いとか言ってるけどさ、あのパンデミックの時に、もう常識、ア倍ノミクスがびっくりするぐらい拡大したからね、短期、この2、3年だけ見たらさ、FRB、うってるじゃないですか。ドーン、とた日本銀行は拡大していって、ひょいってでかくなったぐらいですけど。 FRB はこう瞬間風速でドカーンっていって、ぴっ、うん、て踊ってるじゃないですか。うんうん、このインパクトは、うん、このね、新型コロピーちゃん対応オペ導入っていうやつが、うそ,そこでちょっとひょう絶でしたからね。うん、いやーあれ、あのインパクト、あんだけ急激にあれだけやるとさ、うん、ちょ何が起きるかわからないようなところまで踏み込んじゃいましたからね。はい。しょうがなかったと思う。 だからその対応をやってるわけだから、まあ、結構、実はだから、FRB の議長、うん、パウエル議長の、記者会見のときでも、いつも険しい顔してるじゃないですか、うん、この感じ。これ止まらへんけど、バジ大丈夫なんか <laughs> って思ってるとすけどね。う <laughs> <laughs> さりとって、これ以上、利上げはいくらだって思 <laughs> って、思い。あまり止まんのかな、これ、みたい <laughs> 止まらんな、って。 うい,ういや本当にー拡張したらでもなんで日本はあんなに拡張したのにインフレになれるんだっらうっ <laughs> てなーってなりながらまあこれね本当にアメリカ合衆国というやっぱ大きい存在があってですよ。でそこの経済がどん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 強くなってるがゆえにまあ円安になってるんだけどもそれに対して黒田さんが。 あのアメリカドルに対して日本円が弱くなりよう弱くなりよう弱くなりよう頑張った、うん、わけですよ。はいで,で聞かんかったよなかなか,なか,なかあれにとってなかなか聞かなかったから、うん、これでもか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 あもうええよって言ったらどういう今頃のくんか1も金でかかんのーみたいなまあこれあのじゃあクロダバスか金融緩和 何が皆さんの生活にあの影響あったと思いますか？うん、何が？一番分かりやすいのは？住宅価格の高騰ですよ。不動産価格が増えてますよね。で、2番目にあの感じることといえばですね。皆さんの勤め先の上司や社長がですね。なんでこいつらこんなアホなんて。 <laughs> なんでこいつら何年も何年経っても本当成長せへな本当バカばっかりっていうふうに感じるの実は金融緩和のせいなんですよ皆さん。あ,あそうですね、うん、これこれね金融,金融バカとも言うんですね金融バカ金融バカ。なん <laughs> <バ> <laughs> <laughs> あのー、まあちょっと後半のねそのなえなえんでうちの上司が無能なのは 金融緩和が完結するんだっていう,ふうに思うのはあのちょっと一回置いておいて、うん、不動産価格の上昇これは簡単です、はい、やっぱり金融緩和を続けて金利を安くしておくとですね住宅ローンの金利が下がりますはい、うん、なので住宅ローン信じられないレベル信じられないレベル信じられないレベル信じられないレうルうんられないレベ ねでそれでえっ、ー、と日本に空き家がなんか1,000万個ぐらいあるけど、うん、もうどんどんたってで,でそこに少子高齢化とあの労働力不足と、まあ、いろんな問題が重なってですね、えーうん、不動産価格はもう金融バブルによって伸びておりますでもそれって幸せみんな幸せ幸せながら手をたっ どうですか <laughs> 不動産価格爆上がりやーすごいなー嬉しいわー幸せや苦労はさ々ざまやーって思ってた人は不動産業者だけですよそれはだから東京都内に土地持ってる人とかねいやでもそれも売らないとダメで単に固定資産税が上がるだけですから、ね、これ面白いよね <laughs> 東京都内になんかこんな猫の額のなところに住んでると家が1億円だったらそうですよね、うん、で固定資産税があの毎年いつねよねこんなとこに家あるんですねとか言って。<laughs> 何も嬉しくない。い、怒り狂いあります、ね。そういう話すると、い、何にも嬉しくないって。だから、不動産の人たちとか、<laughs> 一部の業界はバブルが起きましたよ。あの株持ってる人とかもね。うん、よかった,、ね、かったらだって日銀は買ってんだもんね。うんうん、もう今や日本の大株主は日銀です、ね。そうよ。これが売り始めた時というのはすごく楽しみですね。すごいですね。日銀が日本の株を売ったらどうなるんですかね。で、黒田さんの罪。 皆さんののの上司がバカなは黒さんです、うん、これどういうことかっていうとですねあの財務省の法人企業統計調査っていうのによると日本の企業が払っている金利というのはだいたい1%ぐらいです。1%すっげー安いですす、うん、ただ同然で,すで,す、はい、でこれだけの金安いお金でね、あのー、ビジネスができるということは。 まあ1%で調達するんだったら2、2%の利益でなんとかなっちゃうじゃないですか。出そうと思う方が大変やけど、2%, 2の利益出せって <laughs> 言ったら2、2%の利益のビジネスをしてくださいとか言うの困りますよ。ちょっと無理 <laughs> すみません、あの最低限2桁からお 1>, 1億円上げるから2、のビジネスみ <laughs> すみませんけど、最低限営業利益15%ベースぐらいからスタートでよろしいでしょうかって感じなんですけど、要するに1、1%で金利が、ね、調達できるあのー、金利1%でお金調達できるってことは2、2%の利益でいいわけですよ。うん、で、それってめちゃくちゃ低い利益率です。 100円のものを売って手元に残るのは2円でいいんですよっていうビジネスで生き残れちゃうつまりイノベーションもいらないし生産性を高める必要もないわけですよそうすると今まで通りのことをやっていれば OK なんですよでもねそれをや,るやってお金が入ってきたら本来もっと暇になるはずなんですよでも暇だってバレると困るじゃないですか、うん だから仕事のための仕事みたいなのがですね無限に増えて報告書作れとかなんかどうですか皆さんの会社でもあるじゃあれねマイナス金利ねあの黒田のアベノミクスのせいで金利が金利が10%やったらさボルシットジョブとかさせてる余裕ないよボルシッいな仕事とかやってる場合じゃないよもうお客様に対してしんど価値を提供しろですよもういや10%は言い過ぎですけど5%でもそうなりますでも,も あとアメリカヨーロッパとか全先進国どこでもそうなってるまらしいですけどね。いやブリシッドジョブ、うん、常に存在してくるブリシッドジョブなんかもうね増自己増殖。それはまあだから関係ないところなんですね。政府機関とかね。あ大企業の中枢部とかってもう関係ないじゃないですか。そうするとそうなんだろうな。さすがに中小企業とかでそんなことやってるようはないけど。うん 金パーセン 1%, 1>, いや,1やったらいや私あの最近ちょっと退職の相談にあの乗った人がいてですねお<う>ねもうほんとこんなこんな会社もうやめたいとまあ,あの M&A されて今までの会社とは別のところになっちゃってっていうところでね M&A されてからクソみたいになったっていう話なんですけども,、はい、もう報告のための報告仕事のための仕事無駄な仕事のオンパレードになってしまったとなんでこんなんでこんな会社本当にあるんだってで比較的中堅のところのでっかい会社に買収されたんですよ。でそれはあのー、ねえーま、あの金利が安いからそういう存在そういうの残って得られるんだよっていう話をしたんですけどもやっぱ非常に経営者は甘やかした。 大規模金融緩和って、うん、一言で言うと、経営者を甘やかしたんですよ。うん、潰れないもんね、会社、ね。潰れない、基本的に。私はこれがね、同じ経営者として許せない。うんうん。あの、経営者っていうのは、やっぱり挑戦する分、厳しくないと、ダメですよ。そんな、なんか、あの、政府に支えられて、ね。あの、潰れへんから、大丈夫やわ、ははは、なんていうのは、は経営者じゃないです、それは。 うん、お代官とかですよそんなだから経営者は甘やかして弱くしてしまって日本の GDP がうまくいかなくなってきてでそれでねあの円安になってきてはどうしようって何やねん。だからあんますないですよ,ですよお隣の共産主義の国でっかい国ね。うん、新型 コロピーちゃんとんでもないロックダウン政策をしてましたけど、うん、一元も出してないんですよお金民間にはそうね、うん、日本はどうでした自営業者の皆さんお金を困ってましたよそれだけではない、うん、巨額の融資を無理してやってました、うん、やってたやってたどっちが共産主義なんですかどっちが社会主義なんですか <laughs> 恐ろしいよね、もう。うん、こっちも恐ろしいと思うけど。ちなみに、えふ、え、んぱんもの,の、のあのー、あ今から、ふんぱんもの,の、のちょっと映像を出そうと思うんですけど、あの、あ電はまあいいわ。えー、出そうと思いますが、やっぱり、甘やかされたらあかん。挑戦心を持って頑張っていかなあかん。 っっていいう,うに今言ったじゃないですかうん、うん、でそれを奪ったのはアベノミクス黒田金融バズーカじゃないですか。でも確かにジャブジャブでお金がこうすられている時によしやったるだーっていう人が増えから。 それはいいですよねでもそういう人にはね、うん、お金貸さないようになってるんですよ。なってますね。銀行ってのはすごいですね。<laughs> 私も本当ちょっと2年半ほど勤めたことがあるんですけど、どうして銀行ってこんなお金の必要な人には貸さなくてお金いらないっていう人に夢を <laughs> <laughs> よくーってもんかって金貸すんだろうって。<laughs> いや、いますぐ私は誰,誰か100億円ぐらい貸してくれよ。出版業界イノベーション起こしてやるよ。<laughs> で、 企業のアニマルスピリッツを計測する。うん、計測何言うてんのお <laughs> おなんかケインズ大先生の,うのあのお顔が出てますね。うてこれ一体どこのバカみたいなところがこれやってんだとはい、経済解析室。名前がおかしいね。はい、経済産業省でございます。<laughs> これで、ね、仕事作ったな、お前。っで、なんと知ってました企業の。 日本の企業のアニマルスピリッツ指標っていうのがあるんですよ、ヤスタさん。すごいね、超能力指標みたいな。<笑><笑>で、それをなんかね、四半期か毎月ごとにこうやって調べてるんです。え？実は計測してるんですち。ちょっとすごいですね。すごいでしょ、うん、で、あのー、アキラアキラみたいな。<laughs> で、なんとあのー、西村光年経済産業大臣だった時に。 えー、これ2023年なんですけどもこのように言っております。えー、いろんな問題がある時代を、ねえー、の時はあの時代を転換するチャンスでもあります。さまざまな課題を乗り越える鍵はイノベーションとアニマルスピリッツです今こそ皆さんにアニマルスピリッツを発揮していただきライドに転換をリードしてほしい。 経済産業省はジャブジャブに日銀がお金吸ってる中、こあの経営者を甘やかしまくってるんですよ。甘やかしまくって、えっと、もうアニマルなんかじゃなくていいの、ベイビーちゃんデいいのよみたいな感じでやっときながら、経済産業省、えっと、アニマルスピリッツをもう呼び起こすせとかってやってるわけですよ。すごいね。これ、経済解析室ってのはそもそも笑うんだよの。 昭和の最初の頃のソ連を描いてるような<や>あのなんかすごいね,ね1984みたいなねジョージ・オーをェルみたいまあいろいろダブルィンクで頭がどうかなって <laughs> <laughs> だから片方で甘やかしときながらアニマルスペースがとか もうご飯経営者とか大企業にいっぱいで「<laughs> あのあもうご飯食べてよご飯食べてともうと「お腹いっぱいだよ」とかって言っときながら「ーーハングリー精神形だ」とかって言ってるもん久しぶりにのの <laughs> ビッグブロダドアイズウォッチング用ー T シャツを持ってこないでそうハハどこ行ったハハ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  <え>ですごいし、アニマルスピリッツだって計測するんですか。清水さんアニマルスピリッツを計測してください。私のアニマルスピリッツは53万です。ただし、私は3回の変しを残してるとか、今の今ドラゴンボールネタですけど、あのもうそれぐらいもうなんか言ったもん勝ちだよ、このアニマルスピリッツ仕様って。 <laughs> そもそもアニマルスピリッツっていうのはケインズがですよ雇用利子および貨幣の一般理論の中で経済活動はデータに基づく数学的合理的な行動で行うことが多いけども現実には不可実な状況の中でも感情的な期待とかいろんなもの数字とか無視してうわーって動いたりする場合がありますと。 で野心的な意欲だとか動物的な衝動とかとも予約されるけどもそれがアニマルスピリットなんだってだからそもそも数字にできないものなんですよそんなもん計測したらもうアニマルスピリットじゃねえよでいいからそれ,それなのにケイツ大先生の顔を出したですね アニバルスピルトではこれちょっとで、ね、今ちょっとあの皆さん、ちょっとこ,これがどれだけつぼなのかっていうのが分かる人は、だいぶあの、本にいだい,ぶい。だい,ぶだいぶ本読んでみてみだい。見てみてでも、この丸の一番を読みてください。紫色なんて書いてあるのか。非合理的 <laughs> 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 不確実性、楽観、血気、非合理的。非合理的なものを計測してるらしいですよ。お,お前、ぜっ 太鼓より勝利一般カフェを酔って絶対嫌だよね間違いないゃんだよってだあれはなだれマクロ経済学とか振り回してるとほとんど読んでませんからねまあというわけであのすごいねまあちょっとケインズの名前を出してアニバルスピリット仕様っていうのアバリルとツボでねちょと雨トンカーだべってどかって感じするでしょアメトンカー まあでもあのでもみんなやりますけどねあピーター・トラッカーを出しといて「見えるか」とか言ってねああはい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 。はいね、ピーター・トラッカーをなお関してやってるんですけど、ね、もうなんか無ちゃくちゃですよあ<ら>はあまあちゅうわけでねあの黒田さんがやったことって大企業を甘やかしたんですよ定金でいくらでも吸ってあげるから頑張ってって、うん、でどっちかやってもうそんなのも いやーこんな指標があったんだってちょっとびっくりしてね甘やかしながらハングリー精神持ちなさいとか言って甘やかしてあげてるんだからハングリーになれよと、うん、そういうことでこんだけお金あるんやから、うん、アニマルスプリット持ってやる <laughs> とかってた <laughs> なんていうかポイントがおかしいよねつまり失敗しても、うん、失敗してぶっこけても助けてあげるから、うん、頑張りなんていうのはわかります 絶対にぶっこけないようにしてあげるから頑張りなとか言ういいで。うんね、そら無理や。どんなにぶっこけても、どんなにぶっこけても、ぶっこけたことにならないように、食ブちゃおお金貸してあげるから、頑張りなさいとか言っても。絶対無理です。ダメです、そんなのは。失敗から学べないよ。うん、恐ろしいね。恐ろしいことやっとったんよ、ほんまにれ。計算書、ほんまにほらもう仕事作っとんで。いや、ほんま、アホみたいな。今ない、今ない。ほんで、徹夜でやっとんで、ね、これうし、ん、う。 徹夜徹夜でこう暇な仕事をして徹夜徹夜でアニマルスピリットを計測とかしてるいやかすだね <laughs> 基本的お前 <laughs> 申し訳ないけどこれはもうねこれが日本の中枢ですから、ねうんまあ、こんなことしてたら政治家はバカ官僚はクソで大企業の経営者は甘やかされて、うん、円安なるてほら、うん でこういう状況がもう続いとるんですわ残念ながらでも日銀が利上げ大規模金融緩和をまあ一応、あのー、マイナス金利は解除したけども大規模金融緩和をやめて、うん、緩和的な経済政策をやめればこういうクソみたいな仕事というのは消えざるを得なくなりますでそうすると、ね、あーのー経営者が甘やかされなくなるので でこれねそうするとなんか怖いじゃないですかなんか経営者がより厳しくなるのかなって思うかもしれないけども、うん、少なくとも報告のための報告とか仕事のための仕事とかくだらないことはね減ります。あ、うん、いいことなんですよこれはね。なのであの黒田さんは、えー、自分が戦犯なのに気づかずにいろいろやってるけどもあんたが円を安くしてねい、えー、った根源だろうとでそして大企業を甘やかしたんだろうと。 っていうふうな話とともに、えー、じゃあこれからどうすればいいのかっていう話をね今日はちょっとさせていただいたんですけどもまあ今ね安富さんとこの円安の真実ね、えー、円安の裏にある真実とはっていうことをやってますけどもこれ非常にあの売れておりますびっくりするぐらいもうあの3日間ですあの1日1個ぐらいのペースで売れていてですねそれだけ皆さん関心が高いんだなというふうに、えー、思っております。うん でただね、あのあまりにもあの売れているので、これちょっとボリュームアップしようということで、もともと90分くらいの予定だったんですけど、本日撮影終わって120分くらいに増えました。で、まだ増やせっておっしゃるわけですね。うん、まだ増やそうよ、これは。こんなにみんなが期待してるんだったらということで、さらに安富さんに働いてもらうことが決まりですね。え、有料動画は、さらに大きく。 ボリューミーにまだなります<何>はい。ただしこれはもう値上げしていいだろう <laughs> そりゃそうやねというわけで元元い、ね、5月6日の、えー、これもともと5月7日までの限定販売だったんですよ買い方 YouTube 説明欄ねあの見ていただければわかりますけどもあのー、5月7日までの限定販売だったんですが5月6日ねまでが、えー、11000円 5月7日12時からうーんに値上,上がりします。でそこで政治と経済の変化について中心に語ってもらう動画をつけます。なので早めに買っていただいた方がいいなと。5月、えー、ま,あ、まあ要するに値上がりするっていうことです、うんはい。なので早めに買ってくれた方がいいなと。買い方は YouTube 説明欄に書いてあるんですけども。 まあこれもう本当にね大規模金融緩和本格的に終わりを迎えつつあるのでこのまま利上げを一切しないということはありえないと思いますからこれじゃあどういう利上げをした先に何があるのかもう金利がある世界とかって覚えてる住宅ローンとか5%とか6%になるんだよそれでも経済成長するんだよ <laughs> 覚えてますそれ普通でしたか 7十年代とかみんなね、金利10%とかで住宅の24時間戦いますから、リーゲイン、リーゲイン、リーゲインですよ。<laughs> アニマルスピリット思い出すんです。<laughs> あれはちょっと違う。あの、あ,あれも警察署のアニマルスピリットもギャグです。あの、ちょっと今デュ、喋りながらチラッとこのダウンロードしてみたんですけど、クソ資料です。<laughs> あ、これで、ね、細、はい、<laughs> かいでいっぱい買い取ってたんもなく。 いやあのこういうことをやってる暇もなくなるから、これはもう、あのリジェクトしたのかみたいな論文の、ね、<laughs> これはね。 手つきがね手つきがね <laughs> おおんかもう。はいえっちゅうわけで、えー、もうこうやっぱ経産いう経産省もこういうバカなこともできなくなるし企業の経営者は前かされなくなる環境の中でじゃあ我々はどうしていったらいいんだろうっていうのはやっぱり構造的な変化に。 ね、気づかないとダメだなというふうに思って安富さんと緊急撮影しておりますので買い方 YouTube 説明欄に書いてありますからぜひ買ってほしいなというふうに思いますそんなわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしくじゃあねー